河村委員長、ありがとうございます。そして各党の理事の先生方、発言の機会を与えていただきましてありがとうございます。安倍総理大臣以下閣僚の先生方、よろしくお願いを申し上げます。まず、松本、辞任された内閣府副大臣のことについてお尋ねをさせていただきます。それで何人死んだのだという、これは共産党志位委員長へのやじであったわけですが、志位委員長に対してはやじだったかもしれないが、沖縄の県民、あるいは沖縄県に対しては大変な暴言、冒涜ではないかというふうに思います。そこで安倍総理大臣、もちろん任命責任はご自覚になっていらっしゃるでしょうし、任命権者として、辞表をお受け取りになられたんだというふうに思いますが、私は松本内閣府副大臣のみならず、任命権者としてですね、沖縄県民に対して、いや大変申し訳ない発言であったという謝罪をまずすべきではないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。沖縄の方々の気持ちに寄り添いながら、基地さんの軽減に全力を尽くす、これが政府としての一貫した方針であります。そうした中で、松本副大臣から先週金曜日、自らの発言によって、沖縄県民並びに国民の皆さんにご迷惑をかけたので辞任したいという申し出がありましたので、辞表を受理することとしたわけでありまして、政治家はその発言に責任を持ち、有権者から信頼を得られるよう、自ら襟を垂らすべきであることは当然でございます。そして任命責任でございますが、任命責任は当然、内閣総理大臣たる私にあるわけでございまして、今回の発言はですね、国会議員としての活動における発言ではありますが、内閣の一員であり、沖縄の皆さん、国民の皆様に対して深くお詫びを申し上げたいと思います。速やかに後任の副大臣を任命し、内閣府の業務に遅滞を生じさせることのないよう、国政への責任を果たしていきたいと、このように考えております。改めて深くお詫びを申し上げたいと思います。川内君。安倍総理大臣をはじめとして、閣僚の皆様は、沖縄県民の心に寄り添う、あるいは国民の心に寄り添うということを、累次にわたっておっしゃるわけでございますが、例えば、我が党の枝野代表の代表質問に対するご答弁で、安倍総理大臣は、辺野古への移設が実現すれば、飛行経路は海上となり、安全性は格段に向上しますというふうに答弁をされていらっしゃいます。私は私たち国民からすればですね、墜落を不時着と言い換えて、財務省的には金額と価格は違うとかですね、いろんな言い方をされるわけですが、頭のいい人たちはいろんなことを考えるなと、さすがだなというふうに思うんですが、この間、今年に入ってからも予防着陸とか、あるいは不時着とか、沖縄では頻発をしていると。そして、小学校校庭にはあわやということで窓枠の落下などもあったということでですね、飛行経路が海上になるから安全なんだよというふうに、総理大臣から言われても、県民の皆さんは本当なんだろうかというふうに、考えてしまうのではないかと思ってですね、そこで防衛省の方に、総理大臣がここで飛行経路とおっしゃっているこの飛行経路っていうのは一体何なんですかとこう聞いたらですね、1日目には、これは環境影響評価書につけた飛行経路ですという説明があり、で、いよいよ予算委員会が始まるよということで、正式に質問を通告しますというレクの時には、いやいやと、日米間で合意した飛行経路があるんですということでですね、どっちも今お見せします、資料もついてますけど、先生方のとこ、この赤い線と青い線で飛行経路が書いてありました。ただし日米間で合意した飛行経路だよと言って、ご説明を受けたものはですね、この図には何にも字はほとんど書いてないんですけども、下の方に細かい字でいっぱいいろんなことが書いてありました。環境影響評価書につけた飛行経路と日米間で合意した飛行経路なるものは何がどう違うのかというのをまず防衛省からですね、分かりやすく説明をしていただきたいというふうに思います。防衛省防衛政策局長、前田聡君。お答えをいたします。今先生がお示しになりましたその絵でございますけれども、これは平成23年の12月にですね、日米間で合意をしたものでございます。それでその上で、同日合意された有志会経路を反映した環境影響評価書、これを沖縄県にも送付をしているということでございます。その意味で合意をした上で沖縄県にも送付したものである、このようなことでございます。川内君。いやちょっと今日パネルを作る暇がなくてですね、パネルにはしてないんですけれども、有志会飛行の常習経路という日米間で合意したと言われているものについては、運用上の所要から必要とされるときは常習経路から外れることがあるというふうに、例外があるよということも書いてあるんですけれども、それでいいわけですよね。どうですか、前田局長。お答えいたします。今申しました23年の10月28日に防衛省はこの合意をした内容を公表させていただいております。でその合意をさせていただいた書類の中には、先生今お手元お示しになってますように、有志会飛行の常習経路のその下にですね、1番2番といたしまして注書きがございます。でその中で V 字型の滑走路、主たる滑走路を使用することにより常習経路が海上を通ることができるように作られたものであるということを述べた上で、気象管制官の指示、安全、パイロットの専門的な判断、運用上の所要等によってですね、常習経路から外れることがあるということを記載をしているということでございます。川内君。こういうことが記載できるというのは、米軍機は日本の航空法の規制は受けないという理解でよろしいでしょうか。国土交通省航空局長、海老名邦治君。お答え申し上げます。航空法の第83条によりまして、航空機は国土交通省令で定める経路等に従い航行しなければならないというふうにされております。しかしながら、米軍機はいわゆる日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律によりまして、航空法第83条の規定の適用は除外されております。川内君。だから小学校の上空を飛んだりとか、いろんなところに予防着陸したりできるんだなということが推測をされるわけでございまして、私の地元市にもですね、奄美にオスプレイの低空飛行ルートが設定されていたということが米側の資料で明らかになったという記事が出てたんですけども、防衛省さん、これ知ってました？防衛省地方協力局長、宮山信明君。お答え申し上げます。委員、今ご指摘の報道は1月27日付の南日本新聞の報道であろうかと思います。それについては承知をしております。我々といたしましては、平成28年12月に発生しました沖縄県名護市沖における MV22 オスプレイの不時着水に関する米軍の事故調査報告書、これにおきまして、オスプレイは、その事故の当時でございますけれども、日本国沖縄県周辺において、通常の夜間訓練任務を遂行する予定であり、この飛行任務には奄美大島近傍における低高度訓練が含まれる、奄美低高度訓練ルートを高度500フィート、速度240ノットで飛行したとの記述があることについては承知しております。一方、米側の飛行ルートにつきましては、米軍は飛行訓練の目的達成、飛行の安全確保、住民への影響抑制等の必要性を安定的に満たすとの観点から、一定の飛行経路を念頭に飛行することがあると承知しておりますけれども、具体的な経路等については、米軍の運用に関わる事項であり、我々としては承知いたしておりません。